どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。なんだ、薄のろ赤まんじゅうよ。私はご飯に負けかけた、魔人ブーかしら？突然なんだけどね、また心霊スポットのプチ解説をお願いしたいのよ。いいぜ、ちょうど視聴者さんからもリクエストがあったところだ。今回は静岡県内で一番不気味で怖いと噂の、F ホテル、を紹介するぞ。一体どんなところなのかしら？40年以上も廃墟のまま放置された、廃ホテルだ。女性の幽霊が出たりするほか、数々の怪奇現象が報告されている場所で、多くの霊能力者やオカルト関係者が口を揃えて、あそこはヤバすぎる、と言うんだぜ。とっても気になるわ、解説お願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それじゃあ改めて、静岡県の F ホテルについて解説するぜ。とまあ、多くのメディアで実名が出ているのでバラすと、下田市にある富士屋ホテルのことなんだぜ。出しちゃっていいの？テレビ番組でも取り上げられているし、隠す意味がないからな。ちなみに、ここはどんなところなの？富士屋ホテルは多くの点で謎が多い場所なんだ。いつ頃開業して、いつ頃閉業したのか、そしてなぜ心霊スポットと呼ばれるようになったのか、詳細があまりわかっていないんだ。しかし、1977年頃に閉業したと思われていて、今でも宿泊台帳が残されているほど、営業当時の生々しさが残っているんだ。そんな大事なものが残っているって、よほど急いで逃げ出したのかしら？建物自体は4階建てとなっていて、中は迷路のように入り組んでいる。開業当時の布団なども、そのまま残されているのも特徴だな。そして、4階にある、巫女元38号室、が呪われた部屋と言われているんだぜ。どの場所も呪われてそうなほど不気味だけどね。ちなみに、ここではどんな心霊現象が起きたりしているの？女性の霊が現れる、誰もいないのに足音が聞こえる、などだな。あとはこのホテルには特徴があって、それぞれの階に危険な場所が存在していて、場所ごとに異なる心霊現象が報告されているんだ。なので、ここからは場所ごとの特徴と心霊現象などを紹介していくぜ。お願いするの。少なくとも40年以上は廃墟となっている富士屋ホテルだが、入り口からしてかなり不気味なんだ。入り口に日本人形が、なんでこんなところに？おそらく営業当時から置いてあったと言われている日本人形が、2体並んでいるんだ。かなり不気味なんだけど、霊感のある人曰く、この日本人形はかなり危険らしい。人形をライトで照らしたりするのは良くないみたいで、目だけこちらを見て見つめてくるそうだ。中にはかなり危ない霊が入り込んでいるんだとか。そして、入り口近くのカウンターの時点で、霊が何体も彷徨っているんだ。本当に危ない場所なのね。噂では4階の巫女元38号室が一番危険と言われているが、実はそれと同等以上に危ない場所が、他にもあるんだ。一体どこなの？実際にテレビ番組でここを訪れた霊能力者曰く、3階が一番危険、だそうだ。階段を上がってすぐの中央通路はまだ平気だが、絶対に入ってはいけない部屋があるらしいぜ。知りたいような、知りたくないような。横にある給湯室が、その場所なんだ。なんと100体ほどの霊が、狭い給湯室内に詰め込まれるようにひしめき合っているんだとか。そして、生きている人間が入ると、霊が部屋の外に漏れ出してしまうんだそうだ。霊が弾き出されちゃうってこと？そうらしい。漏れ出した霊は生身の人間に取り付いてしまうため、冗談抜きで給湯室にだけは入ってはいけないんだそうだ。そんなの、絶対に入るわけないじゃない。ところが、撮影隊の一人が興味本位で給湯室に入ってしまったんだ。一体何をやっているの？結果、女性 AD に2体の霊が取り付いてしまった。女性は突然不気味な声で長時間笑い続けていたそうだよ。不気味すぎる光景ね。霊能力者がその場で除霊をして、事なきを得たそうだが、TV スタッフが給湯室に入ったことは霊能力者にはバレていたそうだ。2体も霊が弾き出されていたから、気づいちゃったんでしょうね。あまり知られていないが、地下に向かう部屋にも異質な光景が広がっているそうだ。部屋中に大量の御霊膳が散らばっているらしい。御霊膳って、お葬式の時に持っていくあれよね？なんでそんなものが大量に散らばっているの？なぜこうなっているかは不明なんだ。そこがさらに不気味だろ？仮に誰かが亡くなったのだとしても、こんなものをばらまいたまま放置するなんて、まともな神経の人間の仕業とは思えないぜ。4階の呪われた部屋は、女性の霊が現れると言われる場所だ。みんなが一番恐れている場所よね。今では老朽化が進み、大きな穴が開いてしまっているらしい。けれど、意外なことに他と比べて大きく不気味な感じがするわけでもなく、むしろ比較的綺麗な状態らしいぜ。あら、予想外ね。
おそらく元客室なので、布団とかも当時のままなのだろうな。給湯室に詰め込まれている霊より、こっちにいる霊の方がくつろげているのかしらね。それよりも、同じ客室でも2階の29号室の方が不気味だという声もあるようだぞ。なぜか花が添えられていて、まるでここで誰かが亡くなったようだった、と。ひえ？それって誰かが花を添えに来てたってことよね？部屋の中は生々しく、まるで直前まで人がいたかのような状態らしい。そして、現在では4階は瓦礫に埋もれて進むことができない状態だそうだ。そもそも、この建物自体が立ち入り禁止だけどね。というわけで、今回は静岡県下田市の心霊スポット、下田富士屋ホテル、を紹介したぜ。最後に、富士屋ホテルは2020年7月に大雨の影響で外壁が崩落して、付近の民家に損害が出るほど老朽化しているんだ。怪我人がいなかったのが救いだけど、今は物理的にも危ない侵入禁止エリアになっているぞ。100体以上の幽霊が溜まっていて、いつ崩れるかわからない廃ホテルだから、二重の意味で危険な場所ね。今日の動画はここまでだぜ。今後も心霊スポットのプチ解説動画を増やしていく予定だから、楽しみにしてくれなんだぜ。取り上げてほしい動画ネタがあったら、ぜひコメントで教えてね。動画の内容を気に入ってもらえたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。